ったく、先輩俺を信用してないな。ちゃんと送るっつーの。あ、ちょ、ルーシー寝るな。せめて自分家の住所言ってから寝ろ。なんという無防備な。さてはこいつ俺を男だと思ってないの。おーい、起きろ。男なんだけどな。ルーシー起きて。もうどうしようかな。終電逃したし、どっか休めるとこ。休める。よし、まあしょうがないか。いや、ハセベさん、よく眠れるところ行こうね。